はい、どうも皆さんこんばんは。おはようございます。サイテーマンです。ドラゴンクエストビルダーズ2、今日もやっていきたいと思います。前回のパートでね、トイレのね、あれを、小屋子をね、掃除させられるという最大の屈辱を味わったりとか、まあ、台所を作るみたいなね、作業感があったりとかっていうのもね、非常に身のないねパートだったんですけれども、今回はね、このチャコちゃんとこのポンス君の依頼が出てるんで、早速こなしていきましょう。あと2種類の種ですね、確か。教団の魔物たちを追い払えてよかったです。そこでと言ってはなんですが、この辺りで胎児を育てるための新しい種を探してくれませんか？新しく来た農民の方から、まだ見ぬ種の情報を聞いたんです。なんで俺に言ってくれないんでしょうね。種の情報を。俺が取りに行くのに。カボチャの種の存在を密林の奥に潜むものが強大に見つかるのをずっと守り続けているとか、湿地帯の先にあるという密林の奥からカボチャの種を取ってきてくださいと。なるほど。もうどうせなんで、このポンス君の依頼も見ておきますか。サイテーマーさん、またしても教団の連中に襲われたっすね。みんな無事でよかったっす。そういや、サイテーマーさん、シャコさんが胎児のお題を達成した収穫祭をやるって言ってたの覚えてるっすか。胎児の完成までもう少し、収穫祭ももう少しっすと。マギールさんによれば、湿地帯の東にある橋を渡った先に新しい種があると。お、マギールさん。湿地帯の東には教団が破壊するまで一面のトマト農園が広がっていたと聞く。あそこの地面にならまだ種が埋まっているかもしれん。トマトはキビと同じく特別な育て方があると。まあ、湿地帯ってことですね、要は目的地は。トマトの種を30個と育て方もよろしく頼むっすと。残り2種類の種なんですけども、ここちょっと狭いな、これ。ここ。ちょっと今重くなったしね、今。大丈夫か、ここ。はい。ということで、湿地帯の方に早速ルーラで飛んでいきましょう。今このね、ビルダーズ2の第1章って、この BGM じゃないですか。6の。この、ドゥー、ドゥ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 じゃないですか。第2章とかでね、また BGM が変わるのかなっていう、それも楽しみの一つなんですよね。どこまで使ってくるのかっていう、そのセブンとかのフィールド曲とかも使ってくるのかとか、こっちが使ってくるのかとか、多分ね、ビルダーズ1が1、2、3の BGM 中心だったんで、4、5、6の BGM 中心に組み立ててるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、多分新規の曲は、多分杉山浩一はもう曲作ってないので、ないと思うんですけど、オリジナル曲みたいなのはね。まあ、さすがに引用かなとは思うんですけど。お、ネズミ。やあ人間、僕大ネズミのネズーさ。ネズー。適当につけられたな、名前。楽しそうな顔していいことでもあったの？この橋を渡って南に行くとトマト農園の跡地があるよ。教団がぶっ壊しから跡地なのさ。地面にトマトの種が埋まってるかもしれないけど、モンゾラ犬じゃないと探せないだろうな。ちょうどいるし、教団が壊したみたいな、こいつ、村の話聞いてたろう。行きましょう、早速。この橋を渡ったのは初めてですね。何が待っているのか。お、なんかある。あ、これか。お題達成しろみたいなやつか。いや、ワークポイントね。これ一応チェックしておきます。よし。部下、ついてきてる？ん？部下、あ、部下が、なんか言ってる。掘ってみましょう。ここ掘れワンワンしてるんで。来た！オッケー、トマトの種ですね。これを30個手に入れるっていうのと、あとはカボチャの種か。ここに昔トマト農園があったってことですね。また新しい種を見つけたんだな。トマトの種か。ポンペの野郎が言ってやがった種だな。確か育て方も調べてこいって言ったような、知っていそうなやつを探して話を聞こうぜと。この指導くんのね、ベジータ感。ん？あ、畑の端だな。ベジータ感ね。昔僕がニコ生のやってた時に、ベジータの声真似でね、枠を取ってたことがありますよ。昔々、3年ぐらい前かな。お、オークがいる。全然似てないみたいなね、なってましたけども。当時はね、今より、まだもう少し似てたんですよ。おう、お前そんなにこやかな顔で、オーク様に声をかけるとはいい度胸だな。オークってのはザラキ使ってくるやつですね。それで何か用か。トマトの育て方、こいつがこのなりで知ってると思えないですけど。
新しい大地を育てるために種と畑作りの方法を探してるだと。お前大胆なやつだな。島じゃ教団の教えが信じられていること知ってんだろ。まあいい、お前の大胆さに免じて許してやる。ついでにいいことを教えてやるぜ。この辺りは昔トマト農園があった場所でな、土の中に樽があるかも。それは知ってるんだよ、オーク。もしもトマトの種を見つけたらまた来い。育て方を教えてやるぜ。持ってんだよな、もう。それトマトの種じゃねえか。しれっと持ってんじゃねえよ。お。今は亡き絶対絶命都市4プラスがアップデートされました。今は亡きってことじゃないですけども、実況終えたゲームがアップデートされました。教えたくなるような人間がようやく現れたぜ。さあ、作り方を教えてやる。トマトを育てるには畑の支柱が必要だ。そのまま植えるとダメになるから注意しろと。さっき支柱手に入れましたね。実が重い作物は支えるものがなきゃ枯れてしまう。要はその棒に植えて育てるってことですね。その地面にできないから、トマトってその上の方にできるから支柱を使えってことでしょ。土の周りに水を作って水を流せばずっと乾かない。雨が降っていれば水はやらなくていいが、時間が経てば乾いてしまうから注意しな。俺の横にある畑で一度トマトを育ててみる。畑の支柱はその辺りの地面にぶっ刺さっていると、畑の支柱を立ててから種を植えよう。支柱を使ってトマトはすくすく育つと。ここを使って、トマトをちょっと作ってみます。あ、じゃあここで作ってみましょう。ほいほいほいと。もう一本支柱いんのかな。主婦は忙しいわって言っているが、なんだこれ。多くは偏食で困るわ。お料理作りが教団にバレたら大変なのに。私ってはお料理疲れと気づかれて今にも倒れそう。こいつら夫婦なんだ、オークとオオネズミ。ドラクエも変わりましたね。お、なんか言ってる。僕の予想はね、ここは畑の支柱入ってます。違うか。あったあったあった、畑の支柱あった。よし、これとりあえず持ってさっきの場所ですね、さっきの的にトマトを育てましょう。あと水がいるみたいなことも言ってましたよね。はいと。で、トマトの種と。よし、どうだ。お、ひょっとしたらこれでトマトとやらが育つんじゃないか。早速多くの野郎に知らせてやろうぜ。思いっきり見てるけど、お前偉いぞ。うまいことトマトの畑を作れたじゃないか。それでトマトが育つはずだ。まあ、要はこういう形状の作り方をしないとダメってことですね。周りを水で固めて乾いちゃうってことで、マギールが言ってやがったトマトの育て方は分かったな。畑の面積結構食っちゃいますね、この作り方をすると。お前、あの手つき、そのハンマー、さてはビルダーだな。心配するな、俺は教団とは関係ない。昔からここに住む地元の魔物だ。この島は昔々とあるビルダーが開拓したんだ。島はそいつのおかげで栄えたのさ。そいつはな、寝ぼけ顔でむっつりスケベなやつだったが、ワンの僕ですねこれ多分ね。いざとなると頼れるやつだったぜ。むっつりスケベ。俺はそいつが作ったトマトの味が忘れられなくてな。だが自分じゃうまく作れなかったんだ。だが今お前が植えたトマトが育つのを楽しみに待たせてもらうぜ。お前、島にもっともっとトマト作れよな。俺のこの太い指じゃ植えられねえからよ。お、トマトの種も手に入れました。あとはそうだな、東の洞窟に畑を作るのに便利な肥料について知ってる多くがいる。すぐ近くだから行ってみろと。はい、これでトマト関係の種は入手できました。あとはカボチャですね。あとはカボチャの種を入手すれば全種類の種を入手できるということになります。そして畑の支柱も手に入れました。これ伐採していってもいいんですけど、一応、まあ、この多くのために残していってあげよう。お、なんか向こうにネズミがいるが、一応話聞いていくか。トマトの種があるでちゅうって言ってるな。この湿地帯にはトマトの種が埋まってるちゅう。地面に埋まっている種はモンゾラ系なら探せると思うでちゅうと。まあ、トマトの種をじゃあ探しながら
かぼちゃのところまで向かっていきますか。ここ掘れワンワンしてくれるでしょ。起きた。ナイス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 。どこだ部下、どこだ。あったあった。じゃあトマトの種をね、入手しながら新しいところにちょっと向かっていきたいと思います。はい、トマトの種をね30個以上入手しまして、で新しい場所に向かったんですけども、面白いものを発見しました。なんだこれ、少し遅いクリスマスツリーか。なんだこれ、ワンにはなかったですね、こんな木の集落みたいな。最低マン見てみろ。お、リリパッドの巣みたいなのありますね。こいつらがカボチャの種を持ってるんでしょうか。ちょっと気になるからあいつに話を聞いてみようぜ。じゃあ早速向かっていきましょう。これ面白いね。うん、このアイディアちょっと使わせてもらうわ、フリービルドで。このわっとね、このアイディアちょっと使わせてもらうわ。これ何でしょうか。はい、ということでなんかいろいろ入手できてるんですけども、とりあえずリリパッドに話を聞いていきましょう。いやもうこのビルダーズやってるとね、時間があっという間に過ぎてしまうんですよ。おい、人間の声よ、ちょうどいいところに来てくれた。我々はリリパッド族、緑の草原を愛し、緑の森を守る緑の顔の一族だ。しかし近頃我々の仲間がハードン兄弟に寝返ってこの森まで破壊しようとしていてな。森を守る我々はあの悪しきアローインプ、アローインプども放っておくわけにはいかん。人間の子よ、アローインプを倒してくれたお礼に森を作る素敵なものをやろう。かぼちゃでしょうか、森作りのなんかとかなのかな。くれるとすればこの辺りにいる紫色の顔をしたアローインプを10匹倒してくれ。アローインプね、アローインプって言ったらいます。あれか、こいつだ。アローインプって言ったらリリパッドの色違いですか。とりあえずこいつら10匹ほど片付けていきましょう。はい、片付けました。人間の声を、森を破壊する悪しきアローインプどもを倒してくれたのかな。ところで人間、私には分かっているぞ、お前はビルダーであろう。お礼でもあるが、ビルダーの前にはこれを持っていけ。どんぐり。ほう、どんぐり。健康な土に植えれば木を生やすことができる。なるほど、こういう木が生やせられるってことですね。どんぐり植えれば、もしも道に行き詰まったらリリパッドとオネズミ、そして人間の古い迷惑を思い出すのだぞ。お前には話し変えたいことがまだあるが、長話をすると飽きられそうだ。わかってるじゃないか、動画の尺的にちょっとこいつの長話は勘弁だったからな。ナイス。ということで向こうにねびっくりマークみたいに出てるので、多分あれがカボチャ関係のイベントだと思うので、早速向かっていきましょう。リリパッドがいるが、この先は墓場。墓場、墓場とかも面白いね、ビルダーズ作るときに。なんかビルダーズ1で作らなかったけど、墓場みたいな、縁起悪いんで作らなかったけど、作っても面白いですね。人間さん、人間は相変わらず顔色が悪いですね。あっしらとは大違いだ。この先はここいらじゃ墓場半島って呼ばれている場所でしてね、壊れた教会と墓場があるというところです。昔々作物の種を集めている変な人間がいたらしいですよ。かぼちゃの種のことかな。お、ここか。これさ、地面に埋まってるってのさ、変な種を集めていた人間が地面に土葬されてっていうことですか。だから地面に埋まってるっていう解釈でいいのかな。怖すぎるだろ、怖すぎるだろ。昔集めてた人間がここに植えられたってことですね、要はね。埋められたってことでしょ、かぼちゃの種を持ったまま。また種を見つけたのか。それがチャコの言っていたかぼちゃの種か。種を持っていたやつが落としていったんだろう。埋められたんじゃないの、種持ったまま。種もまだ落ちてるかもしれない。あたりを探して辿ってみようぜ。いや、これちょっとした怖い話ですよ、これはっきり言って。これ植えられたって話してますけど、これ直訳すると種持ったまま土葬されたってことでしょ。これ堀井雄二先生絶対これ濁してるけど、子供にはあれだから怖いから濁してるけど、これ絶対死体植えられたってことだ。
はい、この勢いで種を、一応チェックポイントもありますね。はい、この辺りのね、種をじゃあ30個ほど集めていきましょう。これとりあえずチェックしといて。うん、とりあえず30個ほど種を集めていきます。はい、結構集めたところでシロ君が何やら言っていました。随分頼ってきたが見たところ誰もいないな。どうする、もう少しこの辺りを探してみるか。確かに薄気味悪い感じになってきましたが、で1個ね気になるのがこの家なんですよね。教会っぽい、これ何なんでしょうね。この墓地にあるこの家、ちょっと中侵入できるんだったら見ていきますか。なんかあるよね、光ってんの。こういうのがねちょっと若干ワクワクするんで、ここから侵入しましょう。なんだここ、何ここ、これ読めないよね、読めないか。なんだここ一体、薄気味悪いな。教会みたいな感じなんでしょうか。これ持って帰れる、持って帰れるじゃないですか。持って帰りましょう。これめちゃくちゃおしゃれだわ。これも持って帰りましょう。めっちゃおしゃれなもん手に入れました。まあ、こんなもん使いませんけど、一応これちょっとおしゃれなんで、こういうのも全部持って帰ります。この青い松明もね、結構おしゃれっすよね。よいしょ。ん？あ、なんか一応向こうにびっくりマークが出てるんで、ここもか。この辺じゃあ物色した後に、向こうのびっくりマーク、目的地出てるんで、そこちょっと向かっていきます。はい、一応目的地がこの下ってなっているんですが、なんかあるのか。ん？宝箱あるって言ってる？犬が。まあ、宝箱の前に、ちょっとこの下気になるんで、調べておきましょう。なんだ？お？もしかして、この奥なんかあるな。見てみるか。この奥なんかありますよ。いや、このなんかこのワクワク感ね。マイクラとかでもあるようなこのワクワク感。お！どこだ？何ここ？ここが洞窟で？急になんかよくわかんない空洞に出ましたが。この上か。なんだここ。めちゃくちゃ興味深いんですけど。よし。ちょっと上の方に向かっていきます。よし。この上ですね。ちょっとブロックもったいないんですけど。これで階段作っていくか。はい。なんかよくわからない。墓場？ワンワンワン。おい、どうした部下。急に墓に向かって吠え出しやがって。まさか種を持ってたやつは死んでやがるのか。ん？最低はあっちだ。うん、何？そこに誰かいるのか。見つかってしまったか。幽霊じゃないですか。己門空懸命、相変わらず鼻が利く。それにしてもあの気まぐれで有名な門空犬を手なずけているとは、何者なのかね君たちは。お、話が通じるなこいつ。なんと君たちはカボチャの種を探してここまで来たのか。私は今日までずっと生前に育てていたカボチャの種をハーゴン教団から守ってきた。まあ、皮肉なもんですね、ハーゴン教団がこれ幽霊になってしまって、元のモンスターは一体誰なんでしょうか。種を奪おうとするだけでなく、神聖な教会も邪悪なものに変えてしまったのだ。さっきの教会か。ものづくりの力を持つビルダーがいたら、あの教会も正しき姿に戻せるのに。思いっきり破壊してしまいましたけど。何？君がビルダーだって？そんなにものほほんとした顔で。君がビルダーならば、ぜひとも教会を正しき姿に戻してくれ。願いを叶えてくれたら種をあげよう。俺ぶち壊してましたけど、教会。まずは教会の中まで来てくれたまえ。やっちまったな。俺教会思いっきりぶち壊したわ。
まずいなこれ。境界思いっきり素材適当に取っちゃったんですけど、マリア像みたいなやつとかやっちゃったか。まあ、とりあえず話聞いてみよう。よう、見てくれビルダー、聖なる教会の祭壇がハーゴン教団によってこんなにもまがまがしく変えられてしまった。これ教団ないよね、俺が持ってったから。まがまがしいか。だが俺は嫌いじゃないな、あの像も悪くない。君は何を言っているんだ。あんな邪神の像などすぐに壊してもらいたい。もう壊したんだよな、もう壊したんだよ。とにかくビルダーよ、この祭壇を聖なる教会の祭壇に作り変えてはくれぬだろうか。君はビルダーなのだろう。君ならできる。君ならやれる。さあ、さあ。こいつ松岡修造だったのかな、死ぬ前。教団のレシピか。ひらめいたのかな。いや、俺、思いっきりぶち壊しちゃったけど、大丈夫か。よし、じゃあ、作っていきましょう。女神像の祭壇の設計図を描いたと。はい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 。まあでも、邪神の像を取り除く。っていうことみたいですね、もともとが。なのでまあとりあえず置いていきましょう。まさかこれは設計図というものか。かつての教会の姿のままだと。祭壇はこの部屋の奥の古びた木箱の奥に隠してある。まあ、俺もさらすでに入手してあるんですよね。うん、ここにあるんですよね。これじゃあ早速使って、さっきのね設計図通りに作っていきましょう。で、ほんと、はい、できました。簡単にできました。ただ俺この邪神の像みたいなのもらって帰って村に飾りますよ。我らが教会の祭壇をかつての姿に戻してくれたんだね。さすがビルダーだ。よし、さあ依頼達成しましたよ。かぼちゃの種をくれ。ありがとうビルダー。うわー、もうなんだよ、もう、ただでさえちょっと今回のパート怖いんですよね。なんか今回のパート怖いんですよ。俺やってて思ったんすけど。うわ、遥かな昔に島にやってきた古のビルダーが作った建物だ。そのビルダーは島に様々なものを作り、何もなかった島を恵みの島に変えたという。どういうことだ、ビルダーは絶望を振る舞う存在なんだろう。それは？ん？この気配は？うわ、マジで本物の骸骨出てきたぞ。なんだこの祭壇は。己貴様ら神聖なる教団の祭壇を破壊して新しい祭壇を作ったな。教団のやつらがギタギタにしてやろうぜ祭典は。くそ、二人でこのでかいやつ倒せってことか。まあいいでしょう、やってやりましょう。この奥の魔法使いから先に倒します。遠距離攻撃してくる相手なんで先にこいつから倒す。で、あのでかい骸骨は指導君に任せましょう。どこだ。うわ、こんな時に空腹、まずいまずいまずい。こんな時になんか食い物ないか。食い物ないで行く。くっそ、もうこのまま倒すしかない。ちょっと指導君に任せよう。指導君に任せましょう。くっそ、食い物がこんな時に。よし、とりあえずあとこいつですね。いやもうこれ時折動きが止まるんですよね、これ空腹になると。まずいな、指導君に任せよう。こいつの目の前で止まったら話にならんわ。逃げます逃げます逃げます。とりあえず逃げて隙を見て殴ると。逃げろ逃げろ逃げろ。よしよしよし、指導頼む指導頼む。逃げろ逃げろ逃げろ、危ない、とどめ。OK、 危なかった。食い物これ持ってきてた方が良かったですね。あと薬草、はい、とりあえず仕留めましたよ。うわ、もうここで見るなよ、ここで見るなよ。どうなることかと思ったが、よくぞ教団の魔物たちを倒してくれた。礼を言うぞビルダー。目つきの悪い耳の尖ったそこの君、君は一体何者かね。とてつもない破壊の力を感じるが。どういう意味だ、俺は何者でもない。俺は俺だぜ。
まあいい。君たちには世話になった。俺としてぜひともこれを受け取ってくれ。はい、かぼちゃの種ですね。あと、じゃあ、かぼちゃの種を何個だっけ。今私は種以外にもこの教会の近く、地下にある倉庫にはたくさんの作物の種が隠してある。床を壊すと地下倉庫に行けるはずだ。必ずやその種を持ち帰り畑に植えろと。はい、地下もあるみたいですよ。大樹が復活し、かつての収穫祭がこの目で見られたら、私は喜び、天に召されるだろう。何？作物を育てて必ず収穫祭を開くから、その時は遊びに来いと。それは嬉しいが何かね？君は私を天に召したいのかね？自分で言ったんだろう。今の言葉忘れないでくれ。そしてカボチャと地下倉庫にある種を君の農園で立派に育てるのだぞ。はい、ということで地下にね、農園があるみたいなんですけれども、一旦この辺でこのパート終わります。次回のパートでね、地下の農園とね、その種持って帰って収穫祭をね、やっていこうかなと思います。ということで、また次回、明日の12時にお会いしましょう。サイテーマンでした。ありがとうございました。